アブドアンラフマーン2世は、あとウマイヤ朝の第4代アミール。先代、アミールのハカム世の子として、トレドに生まれる。ウマイヤ朝再建のためアッバース朝を半年した、行政、財政機構の整備を進めると同時に、国力の増強に努めた。当時フランク王国で、対イ,イスラーム勢力の防衛地点であったスペイン、返境領へのジハードを、断行、またこの頃から激化してきた。 ノルマン人の侵入に対抗するために、沿岸側の防衛を強化し、アミール権力の強化に尽力した。844年にカディスとセビリアが、バイキングの侵攻を受け、とコルドバにまで攻め込まれたが、これを撃退している。また、コルドバにあるメスキータと呼ばれる回収モスクの、礼拝室を、マグチ11スパン、奥行き12スパンから、奥行き方向に10スパン拡張した。 メスキータは後に、アブドアル・ラフマーン3世や、ハカム2世、ヒシャーム2世らによって、さらに拡張されることになる。アブドアル・ラフマーン2世の知性に鋳造された、ディルハム銀貨。ありがとうございます。